ありがとう、エレン。子供の頃から助けられてばかりだね。何言ってんだよ。俺だってお前を頼りにしてるんだぜ。救援要請だ。急いで行かねえと。まずいな。誰か加勢してくれ。このでけえ害虫が。ありがとう。助けられちゃったね。役に立てて光栄です。Just dead it!
俺に才能はねえが、根性だけは負けねえ。これが俺の武器だ。やってやる。外の世界を探検できるといいな。炎の水、氷の大地、砂の雪原。来やがれ。
やった、次も必ず勝ってやる。戦ってこそ兵士だ。精子を分ける。この拠点、少々汚れていますね。それは重大な問題だ。早急に取り掛かるぞ。さっき言われた場所、掃除しておきました。ああ、見てくる。次はここをやれ。まだ続けるのか。これが兵士の仕事かよ。おい、エレン、なんだあれは。はい。お前、掃除をなめてるのか。塵が一つでも残っている場所で気持ちよく休めると思うのか。塵一つ、何もそこまで。例えばお前が掃討作戦に参加したとする。巨人の生き残りが 2,3 匹なら作戦成功と言えるのか。いえ、それは。分かったら全てやり直せ。装置の点検は十分だ。うん。ウォールマリアが突破されて5年か。ああ、時が過ぎるのは早いものだ。あの頃はまだエルビも分隊長だったのに、今や団長だもんね。私の他にも団長となりうる人材はいたはずだが、皆巨人の犠牲となった。彼らだけじゃない。この5年間で実に多くの兵士を失った。それを無駄死ににさせないためにてめえがいるんだろうが。そうだよ、彼らの死は無駄じゃない。この5年で巨人の研究も随分進んだんだよ。ウォールマリアの奪還にはさらに時間と犠牲が必要だ。みんな、これまで通りついてきてくれるか。今さら何を言ってる。まったくだ。私も、もちろん付き合うよ。だからさ、エルヴィン、調査兵団全体でもっと巨人の捕獲に力を入れてさ。その提案は却下だな。Hmph.